初はインタンからやる。あ、本当の挨拶。皆さんこんにちは、イータンです。皆さんこんにちは、トーくんです。ゆめみんです。今回はですね、草目物を購入しております。最近動画を上げる本数がちょっと少なくなってきてるんですけど、まとめて最近買ったものをね、開封してご紹介したいなと思います。イータントークンが楽しみにしているものもたくさんあります。それでは行きます。じゃーん、気合入ってんね。今回買ったのはこちら。こちらです。どれから行く？これ。これ。本当ですか？これ。これ。じゃんけんしていたんです。最初はグー。グー。じゃんけん。ぽい。ぽい。考えたでしょ、今ね。じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。ぽい。あ、今回買ったのはですね、こちらのベビードールと島村とディズニーストアなんですけど、アンパンパパアンパンパパどうしようかな。僕のクラブリーダーはウィキマウィキマウィキウィキマ。上手に歌えたね。これが指って、これがいい。じゃあこれ紹介して、これ紹介して、これ紹介しようか。じゃあこれから行きます。見せてください。大がばこえた、はい、プリンセスの口下、はい、プリンセス。あ、トークの買ってないの？あ、そうだったんだ。これはパパがね、イータンと2人でこっそり買ってきたやつだよね。ラプンツェルの靴下がね、サイズは13センチから16センチで、3枚入りね。ねえ、ねえ、ねえ。3枚入りで1100円です。はい、ラプンツェル、これがね、このピロピロの部分がすごい可愛いなっていう感じ。あ、パスカルもね、ちゃんと。で、紫がこんな感じ。紫もピロピロついて、ここハートです。で、これはお花かな。花はきらめくですね。かわいいじゃん、いいじゃん、あったかいよ。トークにはね、靴下ね、実はいっぱいあって、イータンなんか少なかったんで、イータンに買ってあげました。じゃないでしょうか。イータンは自分で買ったんだよ。自分で選んだんだもんね。こっそり買っちゃって。はははは、よかったね。はい。こっそり買っちゃったよね。アピール。こっそり買っちゃったよ。はい、じゃあもう我慢できなかった。ディズニーストア行きたいと思います。間に挟みますね。はい、じゃあまずは、これ出しだよ、これ。でん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 、さっきやった、はい。映ってる。じゃん。まずは、これともう一個。はい、こちら。はい、不織布マスク。なんと、マスクケース付きです。30枚入りで1430円ずつですね。すごく可愛い。これ自分で選びました。でディズニーストアでね、箱だけじゃなくて中の柄のサンプルもあったので、イタトークそれを見て選んでくれました。もうトークはね、トイストーリー一択。イタはユニコーンのミニーちゃんとプリンセスとアナ雪で迷ってたんだけど、なんかアナ雪がいいって言ったんですよね。見て、最近アナ雪来てるのか。ちょっと開けてみようか。保育園ね、今ね、やっぱインフルエンザとかも流行る時期じゃないですか。マスクケースがついてるっていうのはありがたいですね。保育園でもね、マスクケース持ってきてくださいって言われてるので、まあ、今使ってるやつもあるけど、これも使えるね。すぐなくなっちゃうからさ。ほら、こんな感じです。柄がかわいい。ここにワイヤーも入っておりますね、どっちも。かわいい。しっかりしてるね。これ30枚入りだから1ヶ月でなくなっちゃう。そうだね。高級よ、高級。大事にして。次、たおくんが出してきた。はい、見せてください。うわ、え、ママはこれ見てなかったんだけど、これジジとパパと買ってたよね。こちら、マクイーン。カーズのおもちゃでーす。嬉しそうな。これがね、4950円です。わかったよ。じゃあ開けてみようか。あ、そうだ、セールだったんだ。だから4950って書いてるけど、あ、3960円だった。セールです。やった。パパが開けてる。パパが開けてるって。何これ、動く車だよね。ラジコン。これが
出ました。わー、ちょっとこれ抜いていいのかな。これを電源入れて見て、トウくんで動いた動いた。わー、こうしてこれ、わー、これでタイヤ変えられんだ。こうやって後ろ下がる、こっちちょっこって動くのね。オッケー、かっこいい。パーカン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 、めっちゃまとんでる。でもまとんでる。これおこたでやるもんじゃないな。あ、そう、おこた出したんですけど。おこたでやるもんじゃないな。じゃあ次出します。これもうね、一足早くクリスマスプレゼントだね。これ何のために買ったの。あ、そうか、今言おうか。はい、そうね、これはね、今日ね、なんで買ったかっていうと、これ覚えてますか。私たち去年ね、ディズニーストアの福袋買ったんですけど、でこれのね、クーポンがあったんですよ。クーポンコードがあるからこうするね。12月31日まで使える 20% のクーポンが出たんですよ。だからそれを使うために今回はね、行ってきました。ちょっと安くなるから買おうねっつって。いっぱい買っちゃった。イーちゃんが出す。じゃあ次いきます。こちら厳重に包まれた、こちらもうこの時点でお察しする方はいらっしゃるかもしれませんが、去年買おうか迷い、今年新しいのが出たので買ってしまいました。いったん今度おやつ買っちゃうね。1個去年からあって、今年新しいの出たらしいので、去年ちょっと私が行った時に売り切れててなくなってたんだよ結構。はい、開けてごらん、優しくしてね。はーい、あーらん、じゃーらん、はい、買いましたー、クリスマスオーナメント。去年もね、これ買おうかすっくらい悩んでね、ディズニーストアのオーナメントがわーって並んでるとこでもめっちゃ悩んで、一番くじのオーナメントにしたんですよ。こちらエルサとウッディバズを買いました。ね、これね、いろんな種類がとにかくあって、エルサは2310円、トイストーリーは2640円でございます。これはね、どっちもね、音楽が鳴るやつを購入しました。何も鳴らないやつと、あと光るやつの3種類があるんですけど、見せて。あ、教えたの。うん。いいじゃん。いいね、これ曲の You got a friend in me ですね。いい歌はどこだ、これじゃん。じゃあちょっと止まった、うん、止まった。じゃあ今度、次いい歌、ちょっと待ってて。ああ、もうこうなるね、こうなるじゃん。いや、ガヤしますやん。これがね、あります。買いました。こっちはね、去年買うかほんと悩んで買わなかったんだけど、今年買いました。お外もありました。これね、買う時の注意点は、絶縁テープがね、抜けちゃってるやつが結構あるよ。そうで、一応お店のカウンターでも、レジのところで、うん、この音が何か確認してくださいって言われて、確認はできるんだけど、ちゃんと絶縁テープが入ってるやつを持っていくのと、あとフェイスが違う。そう、全然違うから。顔が違うよね。やっぱ細かい商品だからさ。いや、早くやりたい。ね、早く。すごいね、顔とか、塗装が剥がれてないかとかもチェックした上で買った方がいいと思います。でもね、すっごい。こうやってダッフィー探すときみたいな感じでめっちゃ選びました。ね、結構売り切れるから、欲しいものがある方は早めに。そしてこんな感じでガラガラになります。はい、じゃあ次いきます。何これ。で、サプライズおまけがある。4000円だったかな。4000円以上買うと、うん、オーナメント買えます。オーナメント、これサプライズオーナメントだって。え、これ何か分かってんの。あ、分かんない分かんない。ランダムなの。何が出るか分かんないんだって。じゃあ開けてみるね。めっちゃ可愛い。どうし
くよ。じゃん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 。かわいい。見て。そして後ろこれ。あ、それ開くね。30周年の、そう、30周年らしいんですよ、ディズニーストアが。え、開くの？え、開くんだけど。え、待って、なんか入ってた。カプセルオーナメント。ミッキーフレンズだね。ミッキーミニー、ドナデジ、プルート、グーフィー、チップデーです。なんか入ってるのかな？入ってる！かわいい。え、これシール？シールかな？ステッカーみたいなのが入ってますね、これの。5枚のステッカーが入ってました。かわいいね。そしてこちら、ねね、これは私がわがまま言って買いました。しかも割引対象外、カスタムショルダーセット、カスタムショルダーセット5940円です。これね、これ中がね、ここはスマホを入れられるような大きさになってて、ミニーちゃんかわいいでしょ。しかもこの色合いもかわいいので、あとは、まあ、鍵とかかな。これここにもミニーちゃんがいて、えあ、これがコインケースかなと思ってたんだけど、こっちもコインケースかな。こっちがコインケース、こっちに お札とか入れるのかな。はい、これね、中がこんな感じになってて、ここカードとかが入れられるやつだね。これが鍵だな、鍵とカードだな。うん、でこっちがコインケースって感じかな。こんな感じですね、1ポケットもなく。さあ、妊娠してからさ、なるべく物をさ減らしたいなと思って、持ち歩く物をね。お出かけすることもね、ほとんどないんだけども、本当に荷物最小限にしたいとき、これだけでいいかなって思って、スマホをこの中に入れると、ほら、ぴったりでしょ？あれ？分かった？入った入った。ちゃんと試したんだから。楽じゃない？もうスマホと、鍵と、財布。どう？本当？そう。ここ PU かな。立つのもしとくわよ。あ、あとここにもカード入れられるわ。また始まった。いいじゃん。こちら楽じゃん。本当にちょっとした買い物の時に使います。長さも調整できるしね。なんか音痴じゃない。はい、じゃあ最後ご紹介いたします。こちら、これイータンが出した方がいいんじゃないの。イータンがさ、ママとパパとジージの耳元でさ、これこれが欲しいって言ったやつじゃん。もう紹介してください。カプセルマガレチュー、じゃ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 ー。うわー、イータン、ついにやっと来ました。やっと来ましたじゃないのよ。もうね、これが欲しいって言ったので、110サイズでラプンツェルのドレス買いました。これはですね、おいくら前でしたっけ。あ、5500円でございます。これとこれ買った、ね、いつかさ、ビビデバビデブティック行こうねって言ってたんだけどさ、もうついに買っちゃったよね。これ本当にこれかわいいねとかって言ってた。もうハンガー持って買うの欲しい。一回置いてからも、あれが欲しい、ラプンツェルのドレスが欲しい。もう欲しくてたまらなかったんだよね。やっぱいいな、ラプンツェルがやっぱ好きなんだ。着る？着ない？着る。じゃあお着替えしますね。見てこの顔。あ、いいな。え、結構さ、思ったよりその中のパニエがさ、ふわふわだからさ、ブンブン、ボリュームが出ますね。はい、いいな。はい、イータンがラプンツェルになりました。どうですか、これどこで着んの。お家で着ます。だね、本当にドレスが好きで、僕の休みの日はね、いつも朝起きた瞬間にもうお着替えするって言ってドレスに着替えるので、もうイータンね、好きなんだなと思って、好きなんだなと思って、こうやってね、ちょっとさ、ママさ、コントじゃないんだからさ。19,382 円でございました。 20% 割引で3850円も安くなったんだよ、ね、ありがたいありがたい。じゃあ次はベビードールの続き、これもね、ご紹介したいと思います。前回ね、ベビードールの福袋を買ったんですけど、今年はね、この柄なんですよ、福袋ね。6490円なんだけど、何？フルーツ味の味にはい、ありがとうございます。フルーツ味の味見ボンクシュでございま
めです。福袋買おうかね悩んだんだけど、去年買ったやつはすっごい使ってて、で今年はね、なんかイータンたちピンとこなかったみたいで、なんかでもね、このレギンスがついてたの女の子な、それだけがね、ほんと欲しくて、お洋服選びに行こっかってことで店舗に行きました。今回買ったのはこちらです。イータンさん、これよく機嫌、ご機嫌斜めになりました。ちょっとパパに怒られて買うときは超ノリノリだったの、これがいいってずっと言ってたんだよ。今ちょっと不機嫌になっちゃってるけど、これがいいって言ったんだよ。あ、かわいいね、イータン、ありがとう。イータンはジェシーを買いました。ちょっとなんかプルオーバーっていうの、なんかパジャマっぽい感じでも着れるし、普通にお外にも着れそうな感じ、僕のバズです。これも110で買いました。今この上から着せちゃいます。よいしょ。うわー、かわいい、やばい、かわいいじゃん。出てました。ちょっとね、中に着てるかもこもこなんだけど、やばいじゃん。ほら、プッチョ着てるからちょっともごもごしてて、こんな感じです。じゃあ脱ごっか、かわいいね。はい、では最後にね、もう一個あった、これね、イータンの肌着の上に着るやつ。いや、だからさっき言った通り、これはね、あの、まあ、おまけみたいな感じで買ったんですけど、500円引きだったから買いました。1650円。あのね、ドレスすごい着るって言ったと思うんですけど、その下にね、あまりにもドレスってさ、半袖が多くて寒いから、冬でお家にいる時にこれを着てドレス着せればいいかなというふうに考えまして、これを買いました。このミニちゃんのね、ワッペンが可愛いです。ベビードールは以上です。はい、じゃあ最後はね、夫婦で紹介したいと思います。島村、ま、僕のほぼ趣味趣味なの。ママにね、買ってきてもらったんですよ、これは。そう、我が家もちょっとついにこの手を出してしまった、手を出してしまった。新たな紹介なんですけど、じゃあ、はい、まずはこちら、あと、あー、ちいかわです。かわいい。島村で、うん、ちいかわコラボでさ、ね、うんね、バズっててさ、そうそう、一日で売り切れちゃったらしいんだけど、うちの近くの島村では5、60人ぐらいかな。そんないたの？だよ、すごかった。ちいかわすごいって思って、もうつい並んじゃって買っちゃったよね。ちいかわのグッズをこれから買おうと思ってる人は大変なんだよね、買えないね、大変な、買えないらしいよ、本当に。このバスタオルは、まあ、イータトークのバスタオルが結構ちょっと前から使ってるから、そろそろ新しくしようと思って、じゃあこれこの色にしよう。もうずっとね、テレビ電話で私はね、あんま外で出ないようにしてるから、テレビ電話でね、ずっと暮らして、あ、これいいじゃん、これにしようって言ってパパに買ってもらいました。こっちが、わかる、名前、名前わかる、これは、ほら、こっちイカはあんの、名前あんの、一人一人名前があるの、これ、これちいかわ、そうそうそう、これ名前つけて、はい、じゃあ何だと思う、もう怒られちゃういいから、これにわか感出しとこう、なんていうんだろう、マメッチみたいな感じ、マメッチ、ハチワレ、ハチワレ、それ、ウサピョ、ウサギ、惜しくない。なバスタオル979円の安いよね、しまむら、そうだね、柔らかいし、ニュンデンデン、出た、自分でやるんだよ、特がね、このね、これは終わった、バズのゲームやってるんですけど、なかなかできなくて、うん、私がやったらさ、ママなんかダメだねみたいな声すごいね、ポックはね、諦めない心があるんですよ、だからちょっとでもゲームで負けちゃうと、うわーうわーってすっごい言うんですよ。はい、おしまい。はい、じゃあ次こちら、あ、キャップですね、ちいかわの黒キャップ、私が頼みました、これがいいって、私キャップ好きだから、あーたの、あれ、あーたの、あーたのなの、え、逆にあーたのなの、見てかわいい、ほらかわいいね、この子もちいかわ、これちいかわ、あーたは欲しいって言ったの、こっち、あ、そうだ、こっちも欲しいって言った、ニット帽もね、買いました、だって安いんだもん、食べるようになったから、あ、よかったね、はい、これがこっちだと思うんですか、ニット帽、どうすか、どう、あ、かわいい、え、かわいいじゃん、どうすか、うん、かわいいじゃん、ほんと、かわいいじゃん、正面に持ってくるの、正面だよ、正面か、横だろ絶対、え、横なの、え、こうじゃない、きっと、
こんな感じ。ここにワンポイントついてる感じ。あったかい。もういい。ここに頭なの。ちょっとね、これね、見て。いい？これ見るじゃん。チーカー好きなパパって可愛くない？いいじゃん、可愛いじゃん。男の人いた？買った人。転売屋の人かな。でもね、僕の番の時、もうほとんど商品なくて。早く行ったのにね。そう。ちなみにこれは、パパから板に買ったんだけど。せーの。こちら。ちいかわのバレッタ。うん、バレッタ。ちいかわと八割れ。板、ちょっとここして。できた。あー、かわいい。あ、見して。見して、ほら。ほらそこでチューするのやめてもらっていいですかね。何してんの本当に。あ、じゃないよ。かわいい。かわいいじゃん。板いいじゃん。ちょっと板に見せたいの。ちいかわ。ちいかわ。何や、板と。もうこれもね、ほとんどなかったんよ。だけど欲しかったのが買いたいんよ。あー、買った買った。せーの、じゃじゃーん、プルオーバーです。プルオーバー、かわいい。お値段は1490円。これだからメンズとレディース。あ、そうっていう感じなんだけど、ね、でも私3、一番大きいサイズ。そう、4L まであったかな。あ、4L まであったって言ってたね。怖いよね、これ。そう、もうね、買えないんだけどね。そうだね、買えないんだけど、こんなの買いました。かわいいね。ちょっと薄い緑っぽい。青なんだよ、青。青緑っぽい、ね、じゃない。そうだ、これを買ったから、これのさ、ウッディとさ、そう、やめちゃったね。そう、ウッディとエイリアンがあったんですけど、あ、チーカー買ったから、チーカーにしようっていう感じで、これにしました。はい、以上でございます。チーカーはね、全部で7733円。買ったね、しました。最近の、まあ、キャラカツですね、これと。キャラカツはこんな感じです。最近はね、本当になんか私がその外出なくなってから買わなくなってたので、すごい久しぶりのこういうキャラモノ系の購入品のご紹介だったんですけれども、ちょっと、ね、まとめてご紹介しました。だ、ね、ちょっと本数少なくないけど、マイペースに動画投稿していきますので、投稿したら見ていただけると嬉しいです。ここで落ちて、今回可愛かった商品ね、ぜひコメントで教えてください。あ、教えてください。これいいなと思ったら、はい、じゃあみんなバイバイしよう。バックか。バイバーイ。バックいいね。いいよ、いつもこれが一番、うん、今回はちょっと嬉しいですね。まあ、いいだわ、多分これ。いやー、できたー。俺のね、多分ね、これしか買ってないよ。そうだね、パパはチーカーに欲しくて止まらなかった。これいいでしょ。ここまで見ていただきありがとうございます。この動画でぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。やってみよう。はい、やってあげる。はい、じゃあ終わり。次のになっちゃう。みかん。はい、これ。みかんじゃない。ポリク。あ、みかんじゃない。